では早速デスク周りで私が使っているものについて順番に紹介していきます。まずメインとなるこちらの机は私は楽天で購入しました。私の楽天ルームに載せているんですけど、三和ダイレクトの楽天市場店で13,000円ぐらいで購入したと思います。こんな感じで引き出しが2つついていて、収納力もちゃんとあるし、あと下を見ると配線が見えないように1枚板がこうあって、ちょっと線が見えちゃってる部分はあるんですけど、あの1枚があることによって配線が見えにくくなるっていうメリットがあります。デスクの裏のところに配線がまとめられるものを私はつけていて、それで上の方にたくさんコンセントとかをまとめています。引き出しの中はこんな感じで、ノートパッドとかノートとかリップとか、すぐに使いたいものと、なんか投稿のメモとかちょっと入れてたりします。そして隣にあるチェストについてなんですけど、これは IKEA のヘルメルという商品です。見た目がすごくシンプルで、他にもいくつかカラーがあったと思います。例えばこんな感じで、私はガジェットとかシールとかを入れているんですけど、一段あたりの深さも結構こうあって、たくさん入れられるようになっているのもいいところです。私は無印の仕切りケースにこうセロハンテープとかメモ帳とかを入れて、上にこうバッとステッカー類とかを置いています。ちょっとしたガジェット類とかを入れたりとか、収納力はかなりある方なんじゃないかと思います。私がいつも座っている椅子についても紹介します。少し前に椅子を変えたんですけど、こんな感じで全体的に全部同じ色っていうのが珍しくて可愛いなと思って買いました。この足のところが割とワークチェアとかってシルバーっぽいものが多いと思うんですけど、ここもベージュで統一されているのがすごく素敵です。あとちょっと丸みのある感じも可愛いです。ただその見てわかる通り、こう後ろの背中頭までしっかり支えるところがないので、長時間ずっとパソコンに向かいたいっていう人にはそのヘッドレストとかがある方が合っているのかなとは思います。ただ私がいいなと思うのは、この椅子はすごく軽くってすぐにこう動かすことができるので、ちょっと本棚までスーッと移動したいなっていう時とか、ちょっと脇に置いておいて撮影をしたいなっていう時にすぐに簡単に動かせることができるのもいいところです。なんか背中にクッションがあると私は座りやすいので、このジェラピケと任天堂のコラボのクッションか、タヌキチクッションもいつも背中に置いています。そして足元には小さなマットを置いて足を置くようにしています。これはバイマで買いました。次は机の上を紹介していきます。まず私がメインで使っているのが iMac の24インチのシルバーです。それまで MacBook でこちらで仕事を前はずっとしていたんですけど、やっぱり自宅でずっと仕事をするとなるとデスクトップがあった方がいいかなということで買いました。キーボードも Apple の純正のマジックキーボードです。デザインもシンプルでおしゃれですし、私は薄いキーボードがやっぱり使いやすいなっていうのがあって、これを一番愛用しています。ここに私の好きなプランキーハウスのシールを貼っています。で真ん中のところにはペンスタンド、これは楽天ルーム、楽天で買いました。真ん中の時計は IKEA で買って、これはこうするとタイマーにもなるのでとて
つも便利です。そしてこちらはアンカーのスマホ充電器兼スタンドです。白がすごく可愛いなと思って、もともと黒を持っていたんですけど白を買いました。左側については、これは IKEA で買った有効ボードで、こういうクリップとかこう引っ掛けるフックとかが別売りでついていて売っていて、これを自分で好きなように買って飾れるようになっています。私はヘッドホンとか、あとは充電し終わったらこういう風にかけておくことが多いです。 iMac の左側にいつも置いているのが iPad Pro の11インチです。これは2019年ぐらいに買ったので、もう4年ぐらい使っています。 Apple Pencil もここに入れて、このスタンドは300円ショップのイルーシー300っていうショップで買いました。今ちょっとあるかわからないんですけど、キャンドゥとか100円ショップでも割と似たようなものが見つかったりするので、よかったら探してみてください。全然300円っていうクオリティじゃなくて、ずっと長く使ってます。はい、あとはまあマグカップ、好きな飲み物を置いておいたりとか、ペンケースも常にデスクの上にあります。あとは、さっきのチェストの上には、私がまだ読めていない本が積まれています。前は本棚に入れていたんですけど、すぐこうパッと取って読めるようにと思って、あえて積んでおくようにしてます。そしてこのクリアのブックスタンドは、無印の仕切りスタンドで、いろんな幅があるのでぜひ見てみてください。インテリアのにすごく馴染むので、ちょっとおしゃれな感じで気に入ってます。ここには韓国語のテキストとか読書ノートとか、トゥードゥーリストで毎朝使うメモなどが入っています。こちらのランプについては、これは私がずっと憧れていて欲しいなと思って買ったもので、アンドトラディションのフラワーポットという商品です。この丸い形もそうなんですけど、3段階に光って、ちょっと今明るいから分かりにくいから、横から見た時にこんな感じで光り方がすごく可愛いんです。それがすごいいいなと思って、ずっと欲しくって、ただ結構お値段がするので迷って、半年以上は迷ったと思うんですけど、これは買ってよかったなっていう商品です。あとはこちらは私の好きな韓国のブランドのスクーティースタジオのマウスパッドとアップルのマウスです。最初薄くって使い勝手どうかなと思ったんですけど、もうすごい慣れて使いやすくて気に入ってます。次は上の部分を紹介します。この棚は本当につい最近取り付けたもので、無印の棚です。壁になかなか棚をつけたことって実はあまりなくって、どうなのかなと思ってたんですけど、これは本当につけてよかったなっていう感じでした。作りもしっかりしてるし、質もすごくいい商品です。ここにはアートを置いたり、クマちゃんのぬいぐるみを置いたり、前にインスタで紹介したマーシャルのスピーカーを置いたり、あとは韓国で買った小説とか表紙が可愛い本を飾っています。あとこちらなんですけど、これもこの間楽天で買った商品で、本が浮いて見えるっていうブックシェルフで、3つセットで買ったのでまだつけてないものがこちらにあるんですけど、これをこういう風につけて
で、この下のところここに表紙を引っ掛けて、だから後ろから見ると下から見るとこんな風にカバーがこう引っ掛かっていて、その上に本を積み重ねてるっていう感じです。思った以上に本が浮いて見えるっていうのがすごく気に入っていて、もう一個この右上につけようかなと思っているところです。だいたいいつもこんな感じでデスクの上を整えています。この床については本当はそこに見える通り茶色い床なんですけど、床を変えると雰囲気が変わるかなと思ったので、ホームセンターでタイルカーペットっていうのを買ってきて、こんな感じで敷いてます。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタの方でもデスク周りのこととかいろいろ載せているので、ぜひそちらもご覧ください。もし今回の動画いいなと思ってくださったら、グッドボタンとチャンネル登録、通知ボタン、ぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。